公益財団法人宇部、鉱産学術振興財団は、日本の公益財団法人である。宇部鉱産の創業者である、渡辺助作の次男で、医師でもあった、渡辺剛に宇部鉱産初代会長の遺蔵をもとに、1959年に、設立された。優れた研究でありながら、資金不足に悩む研究者への援助事業を通じて、学術発展に寄与することを目的とする。 学術文化の発展、育成に強く関心を寄せた号には、独創的な国産技術開発に取り組む研究者らに、資材を投じて援助してきた。第二次世界大戦の終戦後間もない1950年代は、日本の科学技術に目覚ましい進展が見られたものの、欧米先進諸国と比較して、大きく立ち遅れており、産業界では依然として、海外技術の導入が目立っていた。 このような状況から、渡辺の死後、この意志を継ぐ形で1959年に、財団法人、渡辺記念学術奨励会として設立された。1997年には、宇部高三創業100周年事業の一環として、同社から7億5000万円の寄付を受け、宇部高三学術振興財団に解消するとともに、役員構成も改め、現在の体制を確立。 2010年9月22日、公益法人制度変更に伴い公益認定を受け、同年10月1日に旧財団を解散し、新たに公益財団法人埋め、公産学術振興財団として新設された。役員はすべて非常勤である。ありがとうございます。